社会学者の古市憲利俊氏が18日放送のフジテレビワイドナショーに出演。ハンゴリンボイコットと発言して話題を呼んだ斎藤恒平東大淳教授にちょっと嫌と話した。以前からスポーツに興味がないことを表明し、五輪も見ていないと発言してきた古市氏。この日も MC の東野浩次からスポーツに興味がないですもんね。と振られると、はい。 パスで大丈夫ですとクールに答えた。東野が、どこ行っても五輪の話題になるから、無理してでも見ようかなっていう気にならなかったですか。と聞くと、名前を出さなかったものの明らかに斎藤氏を指して揶揄した。見てないで自慢したわけでもないじゃないですか。最近、見てないことを自慢してる人もいるじゃないですか。あれはちょっと嫌っていうか、ああではなくて、ただ関心がないだけなんで。 五輪自体はやってもいいと思うし、斎藤氏は、出演した TBS、ニュース23でパリ五輪開催中に感想を聞かれ、全然見てないですね。私はハン五輪でボイコットしているんですと参加国に矛盾を払っていることなど理由を説明。話題となった。